じゃあラーメン茹でて。私もやること終わったから。昨日天心とタケル見ちゃったから。置いて一言カメラに向かって。うまい。ちょっと無理よ。無理よ。ゆいぴーです。オカリナです。ご飯の友いかがでしょうか。おかずクラブでーす。本日は第1回ジブリ飯作ってみたー。続く予定です。予定です。始まりですけど。記念すべき第1回目、はい、ジブリ飯一体何を作るのかっていうのはね、皆さんわかりますか。うんうん。魔女の宅急便。さあ合ってるかどうか、オカリナさん答えお願いします。はい、今回やるのは崖の上のポニョのソウスケのお母さんリサが作ってくれたラーメンでーす。ということでレッツクッキー。さあということで、はい、材料はこちらです。はい、ね、もうほとんどね売ってるもので、賄えます。はい、やることは一つだけ。すぐ出てきます。調べてみてください。作り方。チキンラーメン、ゆで卵、ゆで卵、ハム、ハム、ネギ、ネギ。ユイピーが買ってきてくれました。すいません、私が買ってきました。ただちょっとね、ハムだけはちょっと。はい、すいません。厚切りハムが見つかりませんでして。ちょっとこれはないんじゃないかなっていう。普通のハムをたくさん重ねます。ちょっとこれだけが厚切りハムになります。ちょっと気に食わない。ちょっとじゃあ自分で買ってきてください。気に食わないなっていう。私たちがやることといえばチキンラーメンを茹でて卵を切って乗せるだけです。はい、お願いします。お願いします。イエーイ、簡単だよね。ごめんごめん、なんかさネギすらさ刻まなくていいのかなと思ったんだけどさ。あ、いやいいよ、だってユーピーしかネギを使わないから。そう、実はオカリナさんネギが大嫌いなんです。大嫌いなんです。大嫌いなんです。だからなんで私が全部食べます。こんなにありますけど全部ユーピーのに乗せますから。ネギ大好き。じゃあ行きましょう。はい、じゃあまず卵切りましょうか。卵、うわ、本当は、うん、そのクックパッドとかに載ってた作り方だと、うん、卵を1人2分の1だったんだけど、うん、私たちは食いしん坊なので丸々1個食べます。あ、でも1個で子供だったしね。1個で取ってあと1個足せばいいんじゃない。うん、2個乗せる。あ、そう。ちょっと見た目変わっちゃうけど。じゃあハムも半分こにしよう。ハム乗せるだけだから開けなくてよかったけどね。え、だって切った方がいいんじゃない。半分こだったでしょ、乗ってるの。あ、そうだったっけ。ねえ、まん丸じゃないよね、ハム。わかんない。あ、ちょっと何なんだ。さっき今から見ます、うん、さっき見たとき半分くだったよ。え、本当に。うん、まんまるじゃなかったよ。本当。ほら、え、1枚をこうやって横に折り曲げてみなくて。違う半分くだ。あ、本当だ、半分が切ってる。 OK、うん、ごめんごめん。ちょっとほら、これも半分。あ、本当だ。ほら、わあ、うるせえな。1回見せればわかるだろ。なんで 2,3 回見せたんだよ。いや、全然それほどうちの申し訳ありませんでしたが聞きたいのか。あ、いや、だって誰も認めようとしなかったから。怖くない？すごいな。分かったって1個目で言ってたじゃん、うち。あ、そうだねって。なんで 2,3 回見せたの。3回見せたじゃん。やっぱ3回見たら信じるかなと思って。半分この人1個1個目じゃ反応悪かった。反応悪かったから。ちょっとじゃあラーメン茹でて。私もやること終わったから。ラーメン茹でて。ラーメン茹でて。うるさいわね。入れます。1枚だったら割らないけど、え、割った方がいいの？割らないってこと。割らないとうまいこと入んないから割った。だから短くて食べづらいと思う。見た感じそういう感じすると割らない方が良かったかな。拳握りしめて。殴られるかもしれない。気づいたら握りしめてました。いつでも戦えるように。面白かっこ。昨日天心とタケル見ちゃったから。普通にお金払ってアベマで見ちゃった。足がたくまち。
6000円くらい払ったんだけど感動したわ。楽しみだな、うん、ポニョは好きなんですか。ポニョはそうですね、まあ、うん、割と見てない。そうすごい正直だよね。なんか好きですって言わないし、よく見て、ね、見たことありますとかじゃなくてね、すごいよね。うん、そうですね、そうね、うん、私の中のベスト3には入らないけど見たことはあるっていう感じ、うん、お互いのジブリベスト3は私からでよろしい。どうぞ。平成たぬき合戦ポンポコがない、3位、うん、隣のトトロ、うん、千と千尋の神隠し、わあ、です。おゆいどんは私は、うん、第3位、うん、でもこれはもうもちろん当たり前のようにトトロとかを見てきた上で、うん、ナウシカとかね、うん、での結果的に今好きなものだとしたら3位は、紅の豚、へー、第2位千と千尋の神隠し、おそして第1位はラピュタ。ラピュタか、やっぱりラピュタの説明でさ、うん、雲を割ってラピュータが現れたっていうところで、うん、もう鳥肌がゾワワワワってきてさ、うん、そう最高だね。私ラピュータ多分ちゃんと見たことないんだよね、投資で。あ、ないんだ。でもみんながすごい好きって言ってるのに入ってるなっていう印象、うん、ナウシカとか。もののけ姫 よくないと。私もののけ姫も正直ちゃんと見たことないのよ。え、ちょっと待って、うん、この企画続けられる。あ、でもその大体知ってるよ、この人たちがこうやってるとか。いや、そういう、違う、そういうのじゃないのよ。なんかジブリを本当に好きでジブリ飯を食べたいっていう人が作ってほしいのよ。そのいやだって知ってるよ、うん、見たことあるよ。だって隣のトトロのサツキのご飯とか美味しそうだなと思ってるし。あ、美味しそうだね、うまそう、うまそう。多分さ、食べたらそこまでじゃないかもしれないけど、めっちゃ美味しそうじゃん、ジブリってさ。ジブリのご飯ってマジで美味しそう、うん、カルシファーのさ、ところでさ、うん、作ってたさ、ベーコンと目玉焼きのやつ、マジでうまそう。殻、うん、あげるから食べてよ、口の中入れるから。ガリ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 、カルシファー役。やだよ。1分でできるってすごくない？いや、すごい。いつも結構茹でてた、私。あ、おかじ結構茹でるの好きだよね。茹でるの。ごめん、細かく砕きすぎてフライドオニオンみたいな。だよね。ソリ。かき混ぜて。分かってるよ、うるちゃいな。あ、溢れそうよ、溢れそうよ。分かってる、うるちゃいな。素人じゃないんだ、こっちは。素人みたいなやり方してるよ。てれれん。うまそう、わざわざ吹き込まれてんじゃん。違うよ、今の私の混ぜ方が悪くて下にお湯がいったんだ、水が。楽しみだな、早く作ってくんないかな。こいつこいつ腹立つ。でも久しぶりに食べるかも、ね、チキンラーメン。チキンラーメンってすげえ食べたくなる時あるんだよね。わあ、いいね、それ。いつも札幌一番なんだけど。なんかさ、新垣結衣さんの食べ方だとさ、うん、くぼみに卵をさ、落としてさ、うん、上から熱湯をかけてさ、うん、蓋してさ、うん、3分とか言って。もう OK だと思う、うん。早いわ。私は溶き卵が好き。早いわ、これ。火消えてないよ。いきまーす。うひょー、やばい。ほら、これ深夜に見た人たちはやばいと思う。ほら、見て、だって。本当だ。ほら、見て、軽く。ちょっと待って、忙しいんだけど。今じゃなくない？今だったよ。今じゃなくない？後ででもよかったんじゃない？ふん、なんで私が行かれてるみたいな。チキンラーメンはさ、スープとか入れなくていいからいいよね。確かに。うわ、うまそう。中心にハム並べて。ちょっとやべ、麺の差、麺に差がついてる。麺の量に差がついてる。差がだいぶできてるけど。お母ちゃんお腹空いてるでしょ。でもお腹空いてるけど、だからお母ちゃん大きい方あげるわ。あ、これちゃんと分けてる。分かってる、触んないで。私がやる。分かってる、これ立たないで。あ、汚い。え、ビチャッとちょっと。あ、でもすごいよ、ポニョっぽい、ポニョっぽい。この皿もポニョの皿っぽいし。ネギ入れ、絶対入れないでね。
さあということで完成です。イエーイ、結構近づけたんじゃない、ね、これすぐ真似できるね。いい ね簡単だった。チキンラーメンだなんてね。茹でて乗せて食べるだけ、うん、さあいただこう。いただきます。いただきます。嬉しいな、まあ、味はね、うん、まあ美味しいよね。いつもの知ってる味。おかねさん汁をいっぱい吸ったラーメンが好きなんだもんね。そうなの、好きなの、うん、運び込まれてから一切食べない時あるもんね、伸ばすために、うん、伸びてる方が好きだね。熱いと食べれないしね、うん、でも食べよう。でもこんな状態でチキンラーメン食べるの初めてかも。いつも溶き卵入れるから。本当、私最初あれ言っちゃうわ。いただきます。うん、うまい。めっちゃ美味しい、うん、こんな美味しいんだ、ね、卵うまっ。塩むすびと春ぐらい簡単だけど、うん、うまっ。久しぶりに食べたわ、うまっ、うん、やばいね、美味しい。懐かしい味やわ。うん、ハムも重ねて全然いい。重ねてるってもうすごい食べ応え、噛み応えあるね、うんうん、ハム、ハム自体しっとりしてるからさ、崩れないし、そこまで、うん、家の近くに分厚いハム売ってない人、全然これで代用できる。うん、うん、家でやろっかなって思うぐらい簡単だったの。うまっ。これ見てる人絶対お腹空いてるよ。長すくよ。でもやろうと思えばそうできるんじゃない。うまいね。だって冷蔵庫にあるもんじゃん、ほとんどさ。言ってね、辛み欲しかったら。辛み大丈夫。大丈夫。やっぱ唐辛子っていう印象でよかった。ネックレスです。ネックレス兼どうさでした。いや満足感あるね、意外と。なんかそんな、私すごいお腹いっぱいになるか分かんなかったと思ったらめっちゃお腹いっぱいだわ。あと麺だけじゃないっていうのが満足感があるんじゃない。ハムと卵入れてるしさ、ハムしっかり噛まなきゃいけないしね、うん、なんかちょうどいいさ、うん、脂っこさあるね、このハムかな、このね、ハムの脂がうまい。うわうまそう。あ、君だけ食べた先に、うん、白身をかけます。いで合流。お待たせ。チキンラーメンの CM だと思って食べ終わって一言置いて一言カメラに向かって、うまい。ちょっと無理よ。無理よ。、うん、CM が決まった瞬間だった。決まったの。ゆる、もう決まってんじゃん、それも うまいだって。美味しかった、ごちそうさまでした。じゃ皆さんもぜひ食べてみてください。これ、ね、本当にこれはいいですよ。久しぶりに食べたけどめちゃくちゃうまかったな。なんかインスタントラーメンの格が上がる感じがするよね。なんかちょっとなんかそれだけで食べてるとちょっと寂しい感じになったりするじゃん。うん、あとすっごい簡単、うん。普通のやつより1分だよ、うん。ネットで1分やるだけだし、しかも別に調味料みたいに入れなくていいし。これでもいい。ごま油最後に入れるみたいなわけでもない。あ、ごま油忘れてた。まあいいでしょ、なくても。ということでね、うん、今日はねこの辺で終わりたいと思います。第2弾何が見たいか皆さんぜひコメント欄にリクエスト書いてみてください。ということでゆいぴーとオカリナでした。こんな終わり方したことない。、うん、ラーメン好き。